他のジャンルにないようなやっぱ刺激が常にあるし、やっぱそれが日本でこんなに浸透してるのもすごい嬉しいし、それのなんか俺がそのシーンで関わってることもすごい幸せだし。Greetings, massive. 今日はこのサウンドマグナムミックスボリューム1が出て、ボリューム2を作るためにマグナムレコード全員で渋谷のココアイルにレコードホールに来てるからな。マジでこのまずサウンドマグナムミックスボリューム1チェックしとけよ。今からウィードも波もやべえの掘り当てて、今日はこの後ラバダムもするからみんなチェックしていてくれ。マグナムレコードセーダープラッ。なんかね、もともとね、俺が一番最初地元のやつと一緒にサウンドやってて、そうだよね、サウンドマグナムって名前名乗ってやってて、うん、で、もともとルイドと知り合ったきっかけももうアナログとか、うん、まあ、80s、90s のレゲエ超好きだったから、うん、まあ、それでそうそう、それで遊びながら最初はレコード聴いたりとかしてて、ルイドとね、うん、そこからサウンドをやろうぜ、自然な流れで、だいぶ自然な流れで、なんか、まあ、遊びの、究極の遊びの延長、そうそう、で、まあ、レゲエって、ラボダムってさ、やっぱ、もともとのオリジナルが、やっぱこう、A 面があってさ、そうね、A 面で、OK で歌うっていうのがさ、基本だったし、俺も若い頃は、レコードを持ってって、自分のショーの時は全部、レコードでライブやってたから、うん、そうだよね、そうそう、俺もよく回したもん、ね、そう、それで、うん、まあ、ジャマイカだとパートゥースタイルってさ、うん、レコードとかでも、今、バージョンとか、インストゥルメントって書いてあるけど、うん、パート2って書いてあるんだよね、なんかパート2だね、なんかパート2スタイルして、それをちょっとルイドと一緒にやろうぜ、うん、プレイしながらダムダムしたら、こう他にもやって誰もやってないし、うん、最強じゃんみたいな、うん、で今回はそれでミックス CD も作ろうよみたいな、波も入ってもらって、そうだね、そう、そしたらもうちょっとこうラバダムとか、まあ、そういうパート2スタイルみたいな、ね、うん、まだみんな初めて見る人も多いし、そういうちょっとレギュラーの一つのこういうスタイル、うん、ちょっと見せるかなと思って。ラバダブセットだよ、ね、そうだね、ラバダブスタイル、まあ、ラバダブセットかっこいい、キラマンジャロとかもそうだ、ね、そうだ、ね、昔は、ね、そうそう、そうそう、サウンドクルーの絶対 DJ ってさ、そうそうそう、ラバダブ来てみんな、うん、まあ、MC がいないサウンド満たしさ、そうだね、 MC がもう DJ がいるし、そう、DJ がいるし、かけて曲の紹介の DJ がして、うん、裏っ返してその特務だよね、そうそうそう、その A 面と同じネタでそう、そのアンサーソング歌うみたいな、アンサーソング歌うみたいなのがラバダブ、パート1かけてね、そうそう、パート1かけて裏がパート2なの、そうそう、だからそのパート2って呼んで、うん、ああなるほど、そうそうそう、パート2、パート2だ、そう、パート2、それで当時はさ、やっぱりこうその歌に合ったやっぱこのアンサーを答えるみたいな、そうだね、それはすごいかっこよくて、でも今もやるでしょ、そう、自分たちの曲選ぶとか、だからラブソング、ラブソングをかけて裏で自分がその答えだったりとか、アンサーをね、女のアンテナだけかけた男のアンテナとか、うん、そう、そういうのがやっぱ、うん、面白いですよね、そうだね、ネタのこのつなぎ方がいいね、DJ の腕だしね、うん、そういうのもちょっと俺らはやっていきたいし、うんうんうん、まあ、男性もうずっとこう買い溜めてたみんなね、そうそう、それ合体させてレコードを俺らはずっと押していきたいし、うん、今もレコードを、まあ、出てなくはないけど、うん、ね、昔ほどあの量産で出てるわけじゃないからさ、うんうんうん、やっぱこういうアナログのちょっとシーンもちょっと絶やさずにね、そうね、行きたいよね、ルイードが MC だっけ、
俺がセレクター、セレクターが、もうルイジはもともとセレクターだから、セレクター出身で、そうだね、そう DJ 始めてるから、そうそう、やっぱそうなんだ。じゃあそれは自然に決まったの？そうだね、自然、まあでもこうスイッチする時もあるけど、うん、でもここも俺はぶっこみだからさ、つなぎミックスうまくないから。でも今回この DJDJ だから、うん、そこにこう本当にこのサウンドをちゃんとやってさ、そうね、そうね、つなぎが入ったんでな、かなりプラスでかいね。ちょっとでかプレイをね、プレイをちょっとやりたい、うん、やりたい、そうそう、またもうちょっとネタも増えたし、うんうん、レコードもだんだんちょっと、まあ結構来てもらったら、まあ俺らのまあテープというかビックシーで来てもらったら分かると思うけどさ、うん、やっぱマニアックすぎるからさ。そうなんだよ。なんか、まあ、インデックスは今回載ってないけど、そうね、そのまあ聞けば、そうね、聞いてもはっていう人とかもたまにいるもんね。それで掘ってもらえたら、この曲何なんだろうってね、残ったらやっぱ好きな人がやっぱすごい探すし、うん、それがやっぱレゲエの醍醐味だからさ、探すっていうのが。うん、そうだよね、全然ヒットチューンじゃなくても、うん、この自分がすげえ衝撃を受けたテープとかに、ね、リリースした曲とかも自分の中で超名曲になるし、そうだね、そういうのがいいですよ、ね、もう10年以上探してる曲とかあるの、ね、あるあるある、全然、どこ、いやダブだけを探してる時とか、あるある、知らなかった、どこダブだったの、ダブだったの ね、 ね、あ、それはダブだったのか、そう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 、いざ本当の聴いてみるとあんまかっこよくない、そうだね、あるよね、あるね、確かに、そう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 、それは知ってる、こうやってレコード屋さんでこう大きい音で視聴して、うん、家で帰って聞くとあそうでもねえなみたいな、あ、ね、あそうね、逆にさっきのサウンドシステムで聞くとめっちゃかっこいいってなっちゃうみたいな、めっちゃわかるわ、ね、それ、うん、システムで聞くとね、そう、なんでこんなの買ったんだろうみたいな、マジかよ、そうそうそう、全然家のヘッドホンとかで全然聞くのがわからない、そうそうそう、あのベース聞きたくて、うん、だからそういうステムも含めてやっぱ、うん、あのアナログプレイをしてる俺らのね、そのそういうスタイルの、そうだね、ね、うん、絶対さないと絶対、まあ、うん、今でもアナログでプレイしてるサウンドも多いけど、そうだ、そうだね、でもそれプラス DJ もできるって俺らは強みだし、そうそうそう、強みだし、俺らしかできないことだからね、うん、そう、ちょっとね、この文化を絶やさずにというか、そうそうそう、うん、ディゴップして、そうちょっとやばいの、ね、今日はジェネラルペコスとかの裏でジェネラルペコスペコスウィッキーステレオとかね、そうそうそう、あんまね、うん、まあでもこれでレゲエがなんかもっと好きになってもらえたら嬉しいし、そうね、うん、本当ね、いろんなのあるからね、そうだね、好きなよね、このスタイルをね、言ったらね、確かに好きなの、永遠に、まあこの違うレーベルで同じリビューとか、そうそうそう、歌い直すと違うレーベルで同じアーティストとかね、うん、そういうのも出てるし、もうミックス違いっていうのはね、うん、そうなんだよね、さっきもあったもんね、ヒップホップミックスなんてあった、あれ、誰出してんの、誰みたいな、誰が撮ってんのみたいなとか、まあ、ラブラブするときは、まあ、なんか今のなんか現行の日本のダンスホールでやってるラバーだと、ちょっとこの俺らがサウンドマグネでやってるあのスタイルとも違うから、うんうん、あ、そう、うん、ラバーだと昔とかもね、2時間とかやってありますよね、そうだね、一晩中ラバーだと、ラバーだとパートゥースタイルやね、終了だと、ちゃんとこのね、昔のようがちゃんと丸々一曲歌い切るみたいなのもあったし、うんうん、でこのオケにしか出てこないとか、そうそうそう、そういうのが俺好きだな、そうだね、この一瞬間のひらめきみたいな、うん、今は割と8小節で回したりとかさ、ジャマイカもそうだけど、昔はほんと丸々一曲歌い終わって次の曲普通に A 面レコードかけて、うんうん、でまた B 面かけて歌うみたいな、うんうん、そういうスタイルがやっぱ主流だったしね、サウンドマグナムはちょっとゆっくり歌ったりとか、うんうん、ゆっくり聴いてもらうっていうあのスタイルもあるし、そうだね、今回作ったミックスもさちょっと長めに入れてきた、そう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 、ね、割と今のミックスとかは割とね、うん、あのサウンドもそうだけどジョグリンだとやっぱ1分、うん、ワンバースワンバースワンバースでつなぐけど、今ちゃんと俺らは2バースとか、そうそうそう、3番目にいい、あのいいバースがあったりするから、ね、いいバースがするからさ、本当に歌ってそうだよ、自分でもさこの3番目まで聴いてほしいんだけどみたいな、そうそう、そういう時3番目から歌っちゃったりする、歌ったりする大サビ、大サビのこの大サビを聴かしたいんだよねみたいなさ、セレクターとかもいるしさ、うん、そうだよね、そう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 、そういうところをやっぱもうちょっとね、あの一曲一曲大事に、うん、するスタイルだね、俺が、そうだね、それがね、それとやっぱ
俺らはやっぱヒットしてない曲、うん、ジャマイカでヒットしないと書けないってサウンドもまあいるんだろうって思うし、ね、お客さんに受けないと書けないサウンドもいると思うけど、うん、俺らはそういうスタンスを全く無視してるから、そうだね、もうただただ自分が書けたい曲で、それで好きになってもらえたら一番嬉しい。でもセレクターと本来それであったら一番理想だよね。セレクターがヒットさせるっていうのが一番かっこいいじゃん。そう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 、そのヤードだけで使ってもろね、もろね鬼をするみたいなさ、サウンドマグナムといえばあれだよねみたいな、リントンノイだよねみたいなね、たまわさつけるよね。そう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 いう方がいい。そういうのをちょっとね、アンテム的な噂してほしい。そう、アンテム、アンテム、そうそう、アンテム。じゃあこの曲は、あ、これサウンドマグナムかける曲だよね。そう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 、その方が多いよね。うん、まあでもこの何この流れがストーンラブだよね。そうそうそう、いろいろそういうの。いやでもそれあるよね、この曲のあとこれ繋ぐのはストーンラブ、ストーンラブとかさジャロだ、ジャロだ。まあでも影響されるのはね、もうもちろんもちろんもちろん、みんな影響されるからさ、そのやっぱでもその後に何かけるかがそのサウンドのセンスだったりとか、確か確か、そう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 、一緒だとちょっと萎える時あるよね。そうそうそう、マルキー一緒ってそれねあるよね、それがやっぱかけんだ。ワンウェイっていうのがあるから、まあそれがね、うん、あのセンスになるよね。この曲とこの曲つなげるんだとか、この曲かけねえんだとか、うん、そうだよね、そう、この曲かけねえんだもん、結構あるあれ聴きたかったもん。なるほど、やっていきたいね。あの後、今日はレコードを、うん、いろんなの掘って掘ってね、この裏のパート2でね、パート2スタイルもやるから、いいの見せないね、チェックしてくれよ、うん。パウェケナミニのラップ音のめちゃくちゃ寂しい無駄にすぎる一日、yeah、 こんだれ小屋で息抜き、良い子が村がの渋谷シティ、時に来るこいつはキングストン式、オノペムーブ、オノペローボイムーブ、うまくカッコつけつかめよグーブ、生かしたフレッシュを磨いたスープ、朝もや哀愁のバッボイブルース、うまいの燃やしたら喉枯れる、キラナミがここじゃ子供できられる、気の合ったやつらとみな騒ぐ、今日はみんなが子供に、Yeah、 時間なんて We don't care Everything's gonna be okay No matter how away Oh yeah, you don't go away 遊びたい、寝たい、まだ明日は来ないから、hey, yeah、 目線はテンボバボバはテンボバ、うすす一番のスマイル、このスマークラス、ここは歩みたい、ハングリーな毎日、Here we go now, go now, go now、 What we say くらい帰り道、明かりどもす、眠ってた何かを叩き起こす、バババッコンでリスン、ミガンフェボス、イーロンヒトス、家の日本に、ちょ、怒りはマイク、耳そしてネッキ、ネッキのあまり剥がされるメッキ、世界を変える魔法のステッキはマイクなのかも、ルイドからチェック、キャッチしないでこっち、詰め込め道から道、あの路地、チョッパー、キキ、アーチ、アフェボニー、目隠しさせるシステムがドッティ、朝方5時から夕方5時、また夕方5時から朝方5時、ポジャパニーズ、ライカローボイフィアス、ルイドは並べる尖った文字、ミス DJ マナ DJ はロフトスタイル、テイクオーバー、ブワッブワッブワッ、キングストーン大ハングリーな毎日、Here we go now、ブワッブワッブワッ、DJ メラ DJ はトップのスタイル、Take over! ブワッブワッブワッ、ルーボイ大ハングリーな毎日、Here we go now、ボムチェンレム原宿あたれパトローラー、パトーカー巻いてまたローラップ、バカロロ下手うちゃろうや、だがミスターラガラガの踊りだ、街でどこに向かってるラガボーイ、夜更かしをやっこうのバカモン、いやラガだラガじゃないなといつもカカドゥラ、イエスオンマグナムラガラガ、俺ラガラガ、お前もラガだが俺ラガラガ、振る舞いラガラガ、俺ラガラガ、お前もなかなかどうしてラガだが俺ラガラガ、 Yes ラガラガ、お前もラガだが俺ラガラガ、ラガラガ、俺ラガラガ、 Yes ここらじゃ俺ラガラガ、 One Jack Yes Mr. 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 Kira Nami、 お願いだラガを聞かせてくれか、 Mr. 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 Entertainer、 ラガマフィロバジャタボヤカボヤカ、12月10日、俺らの毎年やってる遊びたいの、うんうん、ちょっと今年は、Z で、まあ、20周年で俺のベストも出て、そうだね、20周年ってことでちょっと俺がメインで、
まあいろんなアーティスト出てもらうけども、うん、もうメインは俺で、そう俺とキラナミで、うんうん、まあ、最近キラナミもね、ブルーのマカネもソロのライブでも一緒にキラナミと動いて、うん、ちょっと新しい感じでさ、いろんなね仕掛けがね、そうそうそう、叩き入れやって、うん、そうね、もう結構みんな関係者とかもめっちゃ驚いてくれたりとか、うん、すごい注目してもらってるけども、それもちょっとパワーアップした感じで、そうね、そう、12月10日はもうルーボイフェイス20周年を記念したパーティーを、おぉ、うん、いいですね、うん、あの横浜のね、山下公園の、場所もね、いいとこ、いいとこだね、あそこね、ジェット・ザ・ウエスト&グリルってとこで、うん、もうちょっとやるんで、サウンドシステム遊びたいところだね、そうそうそう、うん、誰が好きやろ、生きる気の後輩ファイトと生きる、俺ら行かれた現状生きる存在、楽しんで最後のフィルダーショー、片付いて背後次の感情、俺に言葉くれるからジャッジョン、今日はラマダが皆騒ぐ、ブレない DJ にマイクパワーゾーン、ブレない DJ から何話そう、ブレない DJ にマイクパワーゾーン、ラガモフィンは欲しがるハイパワーゾーン、ブレない DJ にマイクパワーゾーン、ベストってベストアルバムをとりあえず作るにあたって、なんか自分の中でも一応けじめじゃないけど、この一区切りつくようななんか楽曲作りたいなと思って、ただ単にベストで曲入れるだけじゃなくて、一応なんかその最後のオチになるような曲を入れようと思って今回は作りました。まあ一番最初やっぱレゲエの出会い、まあ、レゲエと出会った時、中学くらいの時にみんなと、まあ、スケボーとかやってる時にこう BGM としてかけてて、まあ、いろんなジャンルの音楽かけてたけど、その中で一番引っかかったレゲエをやっぱ掘り出して、まあ、その出会いが一番でかくて、でそこからなんか自分でやっぱなんか歌いたいなっていう衝動に駆られて、まあ、デモテープを送り出して、でそのデモテープをいろんな会社に送って、いろいろランキンさんとか手紙もらったりとか、なんかそういうのを経て一応なんかレコードデビューもさせてもらって、そのレコードデビューした時がやっぱ一番最初の衝撃っていうか、もうなんかやめられないなみたいな、まあ、一番でかいターニングポイントはやっぱラガラガって曲を、あのヘム&ムーファイヤーのバッカナルってレーベルから出した時は、やっぱそれできっかけにやっぱ全国で名前が知れるようになって、知られるようになって、でもう営業っていうか、まあ、ダンスでのこうイベントもブッキングも超増えたし、やっぱそのラガラガって曲がやっぱ一番自分の中でも、まあ、自分の中のテーマでもあるし、ラガっていうのが、まあ、それがやっぱ一番最初のターニングポイント、
まあ、その前にも一応コーンヘッドとかパッド D とかと出会って、うん、まあ、ヤングジェネレーションとしてやり始めて、まあ、そこからもう結構名前も売れ始めたんだけど、やっぱ自分一人でステージに立つっていうのはやっぱちょっと自信なくて、最初はだから3人で回ったりとかコーンヘッドと一緒に地方回ったりとかしてて、自分の持ち歌もやっぱそんなに多くなかったし、で、まあ、BP さんとか BP2011 ってレーベルから、まあ、いろいろ夜の街とか俺だけの女とか、まあ、自分でシングルを出し始めて、でそこからもうさらにそのラガラガでの爆発的になんかこう流れが生まれて、その後にちょっとやっぱ、まあ、自分のプライベートでもいろいろなんかこう音楽が支えてくれたけど、ちょっと悩んでる時期とかもすごいあったし、それをやっぱなんだろう払拭できたのが、やっぱあのロメロ SP ってフューチャーショック、まあ、レゲエじゃないんだけどヒップホップ そのフューチャーショックってレーベルに声かけてもらって、まあ、やるようになって、ファーストアルバムもそこから出すんだけど、まあ、そこが結構分岐点というか、自分の中で他のジャンルからも割とオファーがかかるようになったし、なんだろうな、やっぱこう爆発力っていうか、普通のレコードでプレイするこのお客さんが爆発する爆発力とはまた違う、本当に生だし、対客とのなんか勝負じゃないけど、やっぱお客さんが見てくれてるから、やっぱ俺の中ではレコードのその楽曲とあんまり遜色ないというか、もうライブで聴いても同じぐらいのスキルでやれるようにはいつも努力してるし、やっぱでも最初のほんと3人でやったりとかコンヘッドとやってた頃は、やっぱこう結構割と自分も恥ずかしがり屋だから、まあ、ステージに立ったりで歌ってる時は別にそう思わないけど、曲が終わった曲間の MC とかも、まあ、最近はそんなことないけど、最初はすげえ恥ずかしかったし、何喋っていいか分かんないみたいな、客に飲まれちゃう自分もいたし、でもそこをちょっと、まあ、ある意味ちょっとなんだろう、開き直ってじゃないけど、もっとこう曲はまあかっこよくありたいけど、この MC はちゃんと客がこの引き込めるような、ちょっともうちょっとこうなんだろう、こう気持ちが緊張しないような MC になるように心がけてるし、まあなんか同じアーティスト、所属してるアーティスト、ルイードもアカネもやっぱそれぞれの色があって、まあ一緒になるとやっぱ好きなジャンルっていうか、好きなレゲエのそのスタンスも似てるし、一番近いところでこう一緒にやるとやっぱ最高になるし、でも個々違う、またそれぞれのやっぱ色があるから、そこをやっぱマグナムレコードとしてはやっぱ自信があるし、他のレーベルとはまた違うなんかこの個性がちゃんと個々のアーティストが立って、なんかマグナムレコードとして成立してるかなと思うし、なんだろう、やっぱハードコアだけど結構やっぱ他のジャンルの人にもやっぱ認めてもらえるようなこうスキルを持ってるアーティストがやっぱ集まってると思うし、この部分かな、やっぱ。まあでも俺も本当レゲエに出会ってやっぱ歌い出して、このまあジャパニーズレゲエのシーンのアーティストもそうだし、ジャマイカのシーンのアーティストもそうだけど、やっぱ憧れの存在であったけど、今はやっぱ同じような土俵に、同じ土俵に立っていることをやっぱ誇りに思って、夢見てくれよって言いたいね。まあその日は多分うち の中学の頃の友達とかもみんな来るんだし、多分昔から応援してくれてるファンの子もいっぱい来ると思うし、最近聴き始めた子も来てくれると思うから、全員がなんか、まあ、昔から知ってる人は本当懐かしく思えるようにライブにしたいし、最近好きになってくれた人はやっぱ昔の俺の楽曲とかもやっぱ知ってもらえる、なんかそういうきっかけになるような、もっとこうこれから21年目22年目、これからまあ先のこともちゃんとなんかこうなんだろうな、みんながこう期待できるようなライブにしたいなと、やっぱみんなのために楽しませるように頑張ります。なんだろうな、まあ他のジャンルの音楽もやっぱかっこいい音楽いろんなジャンルあるけど、やっぱ俺は本当そのレゲエにすごい衝撃を受けて、今も変わらずにあのレコード買いに行ったりとか、昔の曲も今の曲も変わらずに掘り続けてるし、飽きないし、やっぱ、うん、他のジャンルにないようなやっぱ刺激が常にあるし、やっぱ
それをが日本でこんなに浸透してるのもすごい嬉しいし、それのなんかちょっとでもなんか 俺がそのシーンでなんか関わってることもすごい幸せだし、レペゼンできてることが。サウンドシステムも入れるし、うん、もうちょっと今フライヤーも配ってるし、まあ、テロップも出てると思うけど、うん、もうぜひぜひいろんなアーティストもサウンドもいっぱい俺を彩ってくれるんで、うん、お祝いしに来てくれるんで、みんなもね、そうそう、ぜひぜひ。祭りだ、祭りだ。ということで12月10日はもう俺のスペシャルのライブ、うん、そうだね、ぜひぜひ遊び来てほしいね、そうだね。もう今俺らこうやって、まあ、リハーサルも入ってるし、うん、こうやって毎週のようにレコード屋に来てね、うん、あのいろんな刺激を受けて、そうなんですよ、もうちょっと曲もめっちゃ作ってるし、はい、ぜひぜひね、そういうとこをチェックしに12月10日遊び来てほしいね、うん、まあ、来年遊びタイムやるしね、そうだね、また遊びタイムやりたいし、まだね、うん、ちょっといろんな動きがあるんで、マグナムレコーズをチェックしてほしいね、うん、レコードをチェックするかのごとく、そうマグナムレコーズの投稿をもうディグディグってほしいね、で俺らのこのル、ね、ルーフェスじゃないや、マグナムレコーズの YouTube チャンネルもそう、ね、ぜひぜひやらせてほしいね、そうだね、思い出しましたね、あチャンネルのことを、ね、チャンネルのことを、ちょっとね、そうそうそう、いろんなね、そうそうそう、まあ、マグナム FM もまああれだけど、もちろんあれだけど、ちょっと動画の方でね、そうそうそう、いろんなことやっていこうと思うんで、今回第一弾だけど、いやそうね、これからやっていくんで、うん、ぜひぜひレコードを掘るような感覚でね、そうね、感覚一回受けたらもう、ね、言うからそういうタイプ、じゃあ、そう最後に茜からなんだそうね、でもレコード掘るならココアイルってことね、そうココアイルもね、なるほど、またココアイルでもちょっとまたラバダブセッションやると思うんで、はい、ぜひぜひルーボイフェイスじゃねえよ、マグナムレコードルーボイフェイス20周年ハッシュタグ全部自分で、ね、ハッシュタグ全部自分で、ルーボイフェイス20周年を祝いながらも、そうマグナムレコードも、ね、はい、愛してほしいね、愛してほしいよ、ね、あのココアイルも愛してるんで、はい、俺らは毎週ラバダブやってるんで、そうそう、ここでね、全然いつかは知らないけど、そう、会うかもしれないからね、そうそう、チェックしてほしいよね、ココアイルに遊びに来てください、イエーイ、ビガルーボイフェイス、ルーボイフェイス20周年遊び来いよ、イエーイ、パンチャンピオン、I'm in my lyrical mood up, lyrical mood up. Jam a gangsta, Bobo Jet Rasta. You ever take up, more to get youngsta, me tell him. Meme she has more yas the band. Road by come, chichi a film. Koa de kageki na day by day. Hibi ka sora ka ma pin DJ. Gaki no koro kara gaki mite na koto yuteru yas no ga kagiri na kagayai teru. Sono me wa fake ja ne. Pika gira tsuiteru me de nirami tsukeru je. Yume gaku yo yume ga aru kara koso koko de abura toka utteru kima.はないぜ、いやー、買ったぜ、あれ出てんすかね、もう別のやつとか、ワイルドアパーチ、出てんのかね、メガネでウィジャスペガンレディって、